はい、フリーライターの今一生です今日はですねお久しぶりに令和特集です令和新選組僕は押しまくってますけどもさてその前にですね、あのー、令和新選組と聞けばあもちろん山本太郎さんを思い浮かべる人もいるだろうけれどもおそらく例えば自民党と比較すると自民党ってやっぱおじさん議員が多いなって印象じゃないですか。 で令和はね、やっぱり大石さんとか串渕さんとかも共同代表になっていて、非常にソフトな女性議員のイメージもあると思います。でもちろんあの、ね、男性議員が割ればじゃないですよ、あの女性議員の僕は政治政界進出ってすごく大事だと思っているんですね。でそういう意味でね、えー、令和の支持者が増えているっていう中にも、やはり女性の支持者も増えている。 ということで、じゃあやっぱり女性議員をより多く発出するにはどうしたらいいだろうってことをやっぱり考える必要があるなぁと思っています。というのも、ただでさえね、政党問わず、えー、日本の、えー、女性議員っていうのは少ないわけですよ。で、そうなると、まあ、あのーまあ、女性イコール子育てみたいな政策なんだろうって思いがちだけど、それだけではありません。やっぱりね、 いろんな顔がありますあの別に母親としての顔だけではありませんからね特に民間でのやっぱりガラスの壁と言われるようなねもう30まで同じ会社にいても、えー、なかなか出生コースに乗らない、えー、つまり えそうだな、係長補佐なんていうところまで全然たどり着かないっていうことが起こりうると。だから民間企業ですらそういう文化が残っているので、どうしても、えー、政界進出っていうことも、ね、同じ文化なんですよ、同じ日本社会に生きているので。ということで、やっぱり女性議員が、ねえーえー、まあ政界に、ね、出ていけないのかということをちょっと先に考えたいと思います。というわけで、最初の記事は。 マネ、ね、ポストウェブの8月3日の記事、えー、なぜ日本に女性、えー、政治家が少ないのか、えー、現役女性議員たちが明かす票ハの実態、えー、セクハラ、怪文書、ストーカー被害もと、まあ、これちょっとね、皆さんあの、踏まえておきたいと思います。これから令和の,、ね、あの候補者を応援する上で、読んでみますね、えー。女性が活躍する社会へ、女性の力を成長に、男女共同参画社会の実現。 働く女性が圧倒的多数になった現代では、女性のさらなる飛躍が求められている。しかし、旗振り役となっている政界や経済界を見渡してみると、それが上辺だけであることは明らかだと。まあ、最初から的厳しい文章になっていますね。6月末、スイスに本拠地を置く世界経済フォーラムがグローバルジェンダーギャップレポート2023を発表した。 男女平等の度合いを示すもので日本は146カ国中125位2022年の116位からさらに順位を落として過去最低を記録したとまあ要するにそれだけジェンダーギャップの大きい国だということですよ日本はとりわけ深刻なのは政治分野で順位は138位と世界最低レベルその大きな要因は女性の国会議員の少なさで 衆議院における国会議員の女性比率はわずか10.3%にとどまると。10人衆議院議員がいたら、ね、1人しか女性がいないこれでは女性の声がなかなかねあの、政策に反映されにくいのは明らかですよね。ねジェンダーギャップ指数は政治への参加と権限、ね、経済活動への参加と機会、ね、教育の到達度、まあ、これ、いまだにあります。 もう女の子なんだから短大でいいんじゃないとか、大学行かなくてもいいんじゃないって、田舎のお父さん、おじいちゃんは平気で今でもそういうことを言う人いますからね。えー、健康と生存率という4分野、えー、14項目のデータに基づいて作成されていると。日本が政治分野で極めて低いスコアになった要因は、前述した国会議員の女性比率に加えて、閣僚に占める女性の割合の低さ。うん これは確かにそうです、政治家だけじゃなくて、じゃあ、官僚はどうなんだっていうことも含めるし、閣僚に占める女性の割合ってことは、大臣になる女性は少ないよねって、確かに、ひな壇に並んで、組閣の写真を見ると、うん、ねえ、おっさんスーツの人ばかりだもんね、日本はね。<laughs> えこれまで女性首相が一人も誕生していないことと分析される、確かにそうだ。でも高市早苗だったら、僕は大嫌いだから、嫌ですね。 えー、大総理にななってほしくないです、えー、今回の発表を受けて、本紙「女性セブンは衆,院衆参両院の全女性国会議員114人に緊急アンケートを行い、約半数の56人から回答を得た。うんえー、女性の政治参加は他国と比べて遅れていると思いますかとの質問に100、100%が思うと回答、また女性であることを理由に困難な局面にあった経験の有無を尋ねると、 約7割の女性議員があると答えた女性であるだけで、ね、どんな扱いを受けたり困難な局面があったとっいうのは、約7割の女性議員があると言っているんだ。日本で初めて女性が参政権を行使したのは、終戦翌年の1946年4月に行われた第22回衆議院議員選挙総選挙だった。国土に敗戦の証拠が生々しく残る中。 復興を求めて82人の女性が立候補し、約1380万人の女性の投票によって39人の女性国会議員が誕生した。当時の全議員数は466人、女性議員の割合は8.4%、それからおよそ80年が経過したが、前日の通り、現在の衆議院の割合は10.3%でほぼ横ばいだと。2003年の小泉政権下で自民党は、2020年までに、 指導的地位における女性の割合を30%にすると打ち出した3年前ですよ。3年前までに30%にすると、2003年だから20年前に言ったはずなのにってことですよ。しかし20、2022年現在っていうか、企業における女性管理職の割合は、管理職はわずか9.4%、これ帝国データーバンク調べで、目標は投稿呼ばないと。 ね、政財界がいかに女性参画に及び腰か分かるだろう。ね、ださっき僕が冒頭に申し上げた通り、民間企業ですがさねさ、管理職に女性をなんでって話だよね、そもそも。もちろんね、いろいろあると思うよと。あの子育てなり、出産なりね、あるいは他の離婚だったりね、まあ、いろいろあるよ、女性の生き方、選択肢は。だから別に政治家にならなきゃいけない理由はないんだ。 ところが、やっぱり政治家に女性化が少ないと、女性にとって不利な政策が平気でできてしまうのが恐ろしいわけだよね。なぜ日本では女性議員が一向に増えないか。そもそも日本の政界は女性が立候補することが難しいと指摘するのは、女性と政治に詳しいジャーナリストの大門さゆりさん。国政選挙に立候補するには政党の後ろ盾が必要ですが、普通の新人にはそれを獲得することは非常に難しいと。 現に今の自民党の衆議院議員の3割ほどが世襲です。もっとも、僕はね、ここで言いたい、今日は令和特集だよね。ね大石さんにしてもさ、えー、串渕さんにしても世襲じゃないですよ。ね普通の人ですよ。でしかも、地方選挙にお,お,おける令和の本当に普通の人々の女性たち、まあ男性も含めてね、普通の新人がね、えー、出やすいというのが、 えー、ある意味では、えー、令和ですよ。で、それもね、あのー、身辺調査もしないでやってるところが維新ですよ。ね、同じように普通の新人と言いながら、維新の犯罪が高すぎます、はっきり言って。これ、身辺調査もやってないだろうし、教育もなってないだろうし、まあ、ガバナンス、維新のガバナンスが正直、ガバガバだってことですよね。だから、全然そこは同じように普通の新人が出るとはいえ、えー、維新と令和ではまるで違うってことです。 えまた永田,永田町の慣習として、時に業界団体の意向を組むことが求められますが、そうした業界のドンと普通の女性が渡り合うことはそう簡単なことではありません。経験や男性が力を握る構造の中、女性は政治のスタートラインに立つこすら厳しい状況ですと、まあ、この大門さんは知ってそうわからなくはないわ。うん、ただ、ただ、もともとその、なんだろう、業界のドンみたいなさ、力を持っている人、 ががが正解ととつながることの方よよっぽど問題だよね、えー、実際に立候補の難しさを肌で感じたというのは、国民民主党の伊藤孝衛、えー、参議院議員だと。伊藤議員はリクルートに在職中の2015年、次、え、女、ー、の耳の障害をきっかけに民主党の候補者公募に応募、2016年の参議院選挙に出馬した際は、1歳と3歳の子供を育てており、育休取得中に国政に挑んだ女性は史上初めてだったと。 育児出馬への批判のみならず、義理の父と母は子供が不幸になると立候補に反対でしたと伊藤さん言うわけだ、そして選挙対策本部に、えー、昼夜を問わない選挙戦に備え、一人ホテル住まいをするように指示されましたと、義理の父と母にと。 それが選挙戦のセオリーなんですでも授乳中だった私は子供と離れることなど物理的にも精神的にも不可能で結局選挙期間中も家から通い外旋者の中で授乳したりトイレで搾乳したりして乗り切りました大変だよねだから女性はさ出産したり妊娠したりあるいは授乳したりっていうことでと不可分なんだそれが女性が生きるっていう子なんだよね だからこれを踏まえてない選挙の在り方というのは非常に恐ろしいと僕は思います。試験でも大きな壁が立ちはだかっていたと。全県区の参院選は人件費や宣伝費を含めると5000万円から1億円以上がかかりますと。すごいね。<laughs> すごいね、これ。もちろん党からの援助はありますが、足りない分は20年間の会社員生活の貯金と借金、なけなしの資産売却でなんとか捻出しましたと。お金はかかるし、選挙の色ろはわからない。 徹夜で演説内容を考えながら乳幼児2人を育てる毎日は明らかにオーバーワークでしたでもそれを受け入れなければスタートラインにも立てない政治未経験の母親が選挙に出る厳しさを実感しましたこれはきついよねまあ令和だったら1人当たり5000万とか1億なんて金多分出せないです、ね、なぜかっつったら個人献金でなんとか成り立っている政党助成金なんて微々たるものですからね だからそう考えると、ね、お金がなくても勝てるっていうような仕組みを作っていかないと、なかなか新人の普通の女性が正解に出ていくのは難しい、ね、うん、壁があるってことですよね、まだまだあります、は女性の役割をしながら、同等の,の,の,の男性と同じような働きが求められるのが現代,の現代を生きる女性だ。 そうした社会のオーダーに対し全部こなしてやると意気込むエネルギッシュな女性候補者は応援どころか批判にさらされることがあると伊藤議員が続ける選挙活動中は母親なのになんで選挙に出るのと批判されます。ある時子供を抱いて走っていたら高齢女性に足を引っけかれて転びその女性にこのバカ親がと言われました初めての国会質疑では1歳と3歳の子がいるんだろう母親だったら家で育児しとけよとやじられて悲しさと 悔しさで指先が震えましたと。心ない声は決して男性から,でなくだ,からだけでなく、女性からもあると。自民党所属時代はいくつもの養殖を歴任し、外交で名を馳せた鈴木宗男参議院議員を父に持ち、えー、万弱なサラブレッドである自民党の鈴木孝子衆議院議員は2017年に第一子を妊娠した際、こう批判された。国会議員が任期中に妊娠するようなものか恐ろしいね。 ちなみに他の国ではね、女性議員が父、あのー、離れができてない本当に小さな子を、赤ちゃんをね、授乳させながら国会,議国会の席に入ってきて、授乳しながら、あのー、質疑応答をするってことが普通にあります。なんでかって言ったら、女性がそういういものだからです。だから女性がそういうものだってことを踏まえないで、男性、特におっさんの論理で、 こういうふういふにね、国会議員が任期中に妊娠するなんていかがなものかなんて言う人が出てくるのは本当におっさん議員が政治は俺たちのものだぜって言ってんのとおんなじなんだよ恐ろしいよね鈴木議員が振り返る「公人としての自覚がない職務放棄か」という句もありました私ですらそう言われるのだから世の中の女性はもっと大変な思いをしているのだろうと思いたり自分の言葉で説明したいと夢中でブログを綴ったことを思い出します 政治は男のものだから女は関わるなという意識が性別や世代を問わず根強いことが日本の大きな課題です。その通りですよ。女性を大事にしてこなかったってことですよ。議員や鈴木議員が体験したように、女性政治家へのハラスメントが非常に多いことも大きな問題だ。日本は票ハラと言われる立候補者に対する有権者の嫌がらせがとても多い。選挙に立候補すると自宅の住所が公開される場合もあり、 ストーカー行為を受けたり、〇〇やないと票を入れないぞと脅されることも日常茶飯事に起きていますと、この大門さんが指摘する。本紙アンケートでも多くの女性議員が被害を訴えた、その一部を紹介する <laughs>、えー、セクハラとも取れる下品な怪文書を多数配布されたと、〇〇氏の愛人とかねと、これはまあ高市さんです。 えー、国会議員になりたての頃自民党の男性議員に、みずほちゃんと女の子なんだからおとなしくしていなさいと言われたときはびっくりしたと、福島みずほ議員。福島みずほ議員は僕が、あのー、なんていうか政界へのアンケートを取ったときも、真摯にあの寄せてくれる、本当に政治家だと思っていますよ、えー。ストーカー被害で警察に届けを出し、問題解決に協力いただいた、えー、令和新選組、串渕真理さんね。 ストーカー被害で警察に届けが出さなきゃいけないぐらい大変なんだよ。ね、トラブルがあった時、性か非か,非かでなく、女なんだからいか、ね、謝らないかんと理不尽なことを言われることも多くあると日本維新の会、えー、三崎真紀衆議院議員が言います、ね。日本維新の会自体が僕はあのマ,ッチョなマッチョなおっさんの会だと思っていますから、維新の会にいたら、 この問題は国会の問題というより、まず維新が変わらないとダメなんじゃないですかとな、なますね、えー。キャスターや女優としても活躍した日本維新の会の石, <laughs> 石井さんね、石井さんね、参議院議員もさまざまな嫌がらせを受けてきたと、えー、政治家になった途端、男性議員から化粧が濃いと言われました、続けて女の政治家は汚くてもいいんだとも、最初こそ聞きましたがある時もういいやと吹っ切れたと。 同時に女性こそきちんと主張していかなければと気持ちが強くなりました。でもさ、強くならなきゃいけないの。なんか不当なものに慣れていくのってあんまりいいことじゃない気がしますよ。まあ、女性議員だからこそ言える自分の意見を主張し、ポリシーを持て今も活動していますって言うけれど、僕はね、女性だからというよりも強い人ばかりじゃないんだよ、世の中は。だからこれに勝ち抜いていけばいいんだっていうような一辺倒な正義には僕は組みしません。 はい、伊,伊藤議員は長田町には旧態以前とした、えー、固定的性的役割分担意識がはびこっているという、えー、子育ては家内に任せて、自分の子供の成長には目,目もくれず、地元の盆踊り大会を50件はしごした、えー、連日深夜まで続く会合で、政局論争など、24時間365日働くことを是とする男のロマン政治は未だにあります。ね、24時間働きますかってねビジネスマンっていう感じの それが政治家なんだいやいや、あんたさ、自分が産ませた子供の世話もしないで何やってんのって話だよね、そもそも。ある議員のお連れの女性から、夫に子育てしてほし,しいと言ったら、国会議員は国会や地元で天下国家を語らねばならないから家には帰れないと言われた,言われて聞言われたと聞いて、ため息が出ました。これだから国会の子育てや介護に関する政策は的外れなのですその通りです。 全くその通りだと思い,ます、ね、いやもうねこれだけね女性が大事にされてない、まあ、民間企業もそうだしそうなんだで一つあの自民党女性局のフランス視察についてねまだまだ炎上が続いてるよね でこれについてもちょっと僕なりの解釈をしたいと思うので、日刊現代7月31日の、ね、記事をちょっと引用します。えー、自民党女性局長の松川るい52歳、今井絵理子39歳の両参議院議員ら38人が、7月順に彷,彷彿した際に撮影したとみられる一部写真に対しネット上で観光旅行している場合なのかと、怒りの声が出ている問題が、えー、炎上している。これね 松川さん、あのー、子供も連れてった、しかもそれは日本大使館なりあの、フランスの方々なりにお世話になったっていうことがねもう明るみに出てしまって、子、えー、連れで視察はどいかがなものかっていう声も出ています。しかし、僕はね、あのー、どこに子供を連れてっても実はいいと思っています。ただし、今回は国の、えー、公式な視察ではありません。自民党の 党としてのお勉強として言ってるわけだから、これは私的なプライベートなものに、えー、なあ視察旅行なわけだよね。で、というときはさ、当然だけれども、えー、フランスだったらフランスの民間の、えー、子供を預かる、えー、企業に子供を預けるのが筋だと思いますよと。それを大使館やあ相手の,あの議員を含めたね、 政治的なつながりの中で肩代わりさせるってことは日本の税金もフランス人の税金も使ってしまうっていうことなのでこれはちょっとやっぱ筋は悪いでしょうと思いましただけど小さな子を家に置いていけないのは僕はよくわかりますなのでそれはそれでちゃんと自場を切ってフランスに行ったらフランスの えー、民間企業に、えー、子どもを委託しておけばよかっただけの話なのに、すべて税金が関わるところに、えー、松川さんが子どもを預けていたということがそもそも問題なのに、松川さん自身がそれを公、ね、私行,行動していることに全く気がついてない、これはあやっぱり責められるところがあっただろうと思います、はいえー、批判されているのは、松川氏が大阪の仲間と,と題して投稿したい研修ののーンだ。 エッフェル塔の前に並んで立つ3人の女性が、それぞれ両手を高く上げながら、エッフェル塔を真似るポーズを取り、修学旅行中の女学生らのように笑顔で写っていたのだと、これに対して、エスネー場では何人が視察だと、岸田坊ちゃんの観光旅行と同じではないか、この旅費ってどこから出てますか、我々から絞り取った決税ですねといった投稿が相次ぎ。 えー、私は31日、自身の SNS、私の投稿のせいで中身のある真面目な研修なのに、誤解を招いてしまっており、むしけなく思っております、その中身のある真面目な研修のところは画像が公表させないので、何とも言えないよね、38名の参加者は、全国の女性局所属の地方議員および民間人で、女性部幹部となっている方々であり、国会議員の参加は私含め4人ですと。 費用は党費と各参加者の自腹、自腹ってことは僕らが決税で払ったお給料だよね、だからそもそも党費も政党助成金から来てるのであれば、それはまさに税金だから、ね、それどっ,ちどっちも税金じゃんということで、釈明にもなってないことを言うわけだよね。ただそれで、えー、それでもネットでは怒りの投稿が続いていると。えー、自腹って言っても結局は税金、そもそも費用が超高い円安のこの時期に、海外に行く必要は全くないと収まる気配は見られない。 そんな中でちらほら見られるのが、我々が納めた決税を使うのにふさわしい行動は、山本太郎か、それとも海外旅行で大はしゃぎの自民党女子かといった、まあ女子ではない、女性だけどね、これをちゃんとあの突っ込まないとダメだな。えー、山本とは、れいわ新選組代表の山本太郎議員、えーえー、参議院議員48歳のこと、山本氏は記録的な大雨被害を受けた秋田県を訪問し,した際、 の詳細をネット上に投稿。マスク姿で汗流しながら被災者と見られる人たちと一緒に、えー、土砂で汚れた家屋を掃除する写真とともにはっきり言えば実態調査が間に合ってない、秋田だけの努力では厳しいと、えーまあえー、被害状況が見えないければ必要な支援の内容や規模、その道筋をつけることも難しい、だからこそ迅速に正確で深い調査が行えるよう被災自治体を支えていた,いただきたいと訴えていた 山本氏の被災地視察と自民党女性局の議員への彷彿の時期がほぼ同じだったことから災害で苦しむ国民生活に本気で寄り添う政治家は誰なのかが一目瞭然との投稿のほかのんびり外遊から戻ってきて慌てて被災地に向かった岸田さんとエッフェル塔観光を楽しむ女性議員どちらも同じマインドなどと冷ややかな意見が出ている全くそうだよね。とやってななない、X と言い言ますすけれど、こんん感じなんですよ。 あのねえー、これ見えてるとかな、山本太郎さんは本当に水害で崩壊してしまった、ね、家屋の中の、まあ、ゴミを、ね、こうあの被災者の方々と一緒にもう泥だらけになってっで、片方ではフランスのエッフェル塔の前で自民党女性局イエーイでやっるわけですよ。日本の国民が水害でとんでもない被災を受けて苦しんでるときに、 何ですかこの,この記念写真って、やっぱりみんな思うよね。やっぱこれは何だいいって思いますよ、どうしても。で、えー、でね、やっぱりね、僕らは、まあ僕はですね、いや、僕は個人は少なくとも、えー、令和先進新選組推しです。はっきり明言してます。で、これちょっと古い記事、えー、7月27日木曜日現、日刊現代デジタルに、ラサール石井さんが、 えー、書いている、えー、記事なんだけど、ね、すごく素敵なので、これ読み上げたいと思います。えー、連日、多彩なゲストを迎えて1週間ぶつづけでやったスタンダップコメディサマーフェス、皆様ありがとうございましたと。特に盛り上がったのはラストの24日、えー、令和新選組代表、山本太郎氏、ね、クソ野郎で22万円の支払い判決を受けた大石昭子氏、そして1年ぶりに人前に登場した水道橋博士のお三方の登場だと。うん、<laughs> な,な,なぜか水道橋博士のところには。 が、えー、がついてないながついてない,な、まあ、いいいててなななな聞きたいことは山ほどあるが、まずは博士、えーはえーとは、発病の理由を初めて語ってくれた。彼は芸人のスタンスで国会での活動を国民に分かりやすく報告していくつもりだった。しかし、委員会に参加すると、まずは一から勉強しなければならない。真面目な性格ゆえに、一年生議員として謙虚にか頑張っていると、議員と芸人との間のギャップに悩み、そこから精神的に病んでしまったということだったと。 ね、真面目な人ほどね、あの、う,うつ、うつになるんですよ。えー、僕のようなチャランポランな人はうつになりません。はい。えー、大石明子氏は、えー、伊藤しおりさんを山口、山口氏が計画的にね、あの、ね、まあ、襲ったと。で、で、クソ野郎とつぶやいて、死から、えー、名誉さんで訴えられていたと。 880万円要求されたが、裁判所は計画的にやったんだの部分は主張として認めるが、クソ野郎は誹謗中傷だとして22万円の支払いを命じたが、大石氏はマスコミが敗訴のように書くのが納得いかないと控訴するつもりだと。なるほどね えー、太郎氏にはあの国会大部事件を聞いた、実はあの時の会議前に、委、え、員、ー、ではない他の野党議員も廊下に集まってきていた、会議の前に議長は別室で事前打ち合わせする、そのドアの前に陣取り、会議場に行かせないようにするのが簡単で効果的だ、男4人いればできると、えー、男4人いればね、それを遮ることができると、太郎氏は野党議員一人一人に話を持ちかけた、しかし、誰も聞きで答えてくれない。 廃案にしろと叫んでいたくせにまさかの手のひら返し、仕方なくたった一人でダイブするしかなかったというのが真相だと。えー、どれも聞いてみなければ事情はわからない。こういうみんなが聞いている場所で、えー、常に即答できるのは言動に嘘が,な嘘がなくごまかすことが何もないからだと。まっすぐに生きている人はシンプルで見ていてすがすがしいと。これからも国会に旋風を巻き起こしていただきたいとラサール・イシーさんは結んでいる。ねえ、すごい素敵な文章でした。で、 じゃあさ、令和ってこの後どうなるんだろう、実際僕はね、あのツイッターを見ててもひしひしと感じるんだけど、令和伸びてますよ、支持者が、増えてますよと。ということで、えーっとね、大浜崎拓真さんという人が、このね、えー、っと世論調査会社、グリーンシップの、えーね、全国規模で毎日実施している情勢調査のデータの提供を受けて、まあ、令和について書いてある文章があったので、ちょっと読み上げたいなと思います。えー その部分とというとですね、あの政党支持では、令和新選組が国民民主党をリードってっというところです。このグリーンシップ社の政党別支持率調査では、日本維新の会、立憲民主党に続く政党として、れいわ新選組と国民民主党が争っていた。しかし、7月の世論調査では、令和 <laughs> 新選組が国民民主党を0.7ポイント差でリードしていた。 えまた、毎日新聞の世論調査でも、政党支持率において、令和新選組が7%、共産党6%を超えて、日本維新の会15%、立憲民主が9%に次ぐ支持を獲得していますと。令和新選組の支持率が上昇した要因の一つとして、立憲民主党支持層の一部が令和新選組に流れていることを否定できませんと。うん なるほどね、立憲民主党の支持者が保守色を強めて、立憲民主党との対立を煽る、えー、現在の日本維新の会を支持することは想定しがく、したがって無党派層に戻ったり、より革新的な政党に支持が移り変わったと考えられますと、特に革新的な政党として、立憲民主党の支持層を獲得し、拡大したのが、令和新選組だと考えられますと。そういうことですよ、皆さん。だからもう、立憲に対してはね、まあ。<laughs> ある議員がね原発、うんあの原、原発容認の発言をしてしまったり、ちょっとやっぱり残念な発言、であとやっぱり存在感が泉さんになってから薄すぎるで、自民党に対抗できる、それだっていう政策を打ち出してない、ま、だいろいろちょっと立憲民主党は落ち目になっているんだよね、だからそれにとって変わる形で、やっぱり令和の支持者が増えるっていうのはすごくいい,い,いしそそ。あの えー、まあねあの、保守層が維新を選んでしまうことの方が恐ろしいんだけれども、まあ、少なくとも令和については、じわじわ支持率が伸びているっていうのが、すごく大事な、あのー、変化だと思います。で、えー、自治体議員選挙がね、えー、迫っておりますよ。 でえー、とりあえずこの3人をあの紹介する、これはれ令和の公式サイトに載っているもので、えー、千葉県柏木市議,会市議会議員選挙は7月30日告示で8月6日投票だから、もう次の日曜日か、えー、にも選挙があります。で、えー、福島県の郡山市議会議員選挙はやっぱり8月6日だね。で、後藤海さんは、えー、兵庫県、えー、神崎郡かなの市川町議選,、えー、選挙があって、これも8月6日投票だ。 というわけで、えーねえー、若狭智宏さん、はい、8月3日に、えー、午後1時から、えーね、なんていうの、えー、東武アームパークライン柏,柏駅東口で、えーねえー、演説があるみたいな、ね、凱旋予定ですね。で大島久雄さんもなんかあの応援に駆けつけてくれるみたいですね。はい、お近くの方はぜひという感じで,で。後藤海さん。 後藤文さんも、えー、8月3日、うんえー、で,、えーでまあ、6時半からか、ね、木曜日の8月3日木曜日の夕方6時半から、えー、1時間市川町文化センターというのがあると、まあ、兵庫県かん神崎郡市川町の、えー、話なのでお近くの方はぜひって感じですね、はい、市川町の,あの ものですすね、はい、で次いきます、はい、今度、古山由衣さん、福島県郡山市議会の、えー、選挙のために、これはね、太郎さんが駆けつけてるみたいですよ、8月5日土曜日に演説会がありますと。えー、土曜日はね、郡山駅西口ビッグアイ付近、日の出通りのあたりでやるそうです、えーで。それがね、午後2時半から、で3時半からはザ・モール郡山店前でもやると。 で、当日ボランティアも募集してますということだそうです。はいえー、太郎も来るみたいでしょここし、えー。はい、ということで、令和全体でもね、ねえと山本太郎とおしゃべり会が、えー、9月19日火曜日、えー、広島県福山市であります。山本太郎とおしゃべり会、ここ千葉あのちょっと前にやった千葉駅前のにちょっと参加して、 あの非常にね雰囲気が分かりました楽しいですうんすごく楽しかったうんあのー、やっぱりね楽しく面白く有益にっていうのがあの令和の多分こういうね人が集まる時のモットーなんじゃないかなと思います太郎さんは真面目な話ももちろんするけど非常に楽しくまああのねギターやベースを弾いてる人もいたりしてあの楽しい 面白い。で、有益だっていうのが結構大事ですね。はいというわけで、まずの令和政治的のど自慢大会。<laughs> こういうキャッチコピーも楽しいですよね。これ9月21日、えー、夕方、えー、4時半から姫路駅北口でやります。ね、近い方はぜひ行ってくださいという感じですね。はい、9月はま,まだあります。おっしょと、えー。山本太郎とおしゃべり会は福岡県北九州市。 9月26日、ねえー、夜の7時から9時まで、えー、やりますと、これ、北九州市立商工貿易会館というところでやるそうですと。はい、ね、も、まあ、さんの写真もさ、なんか政治家というより、なんかやっぱりタレント出身だろうから、ちょっとカジュアルな笑顔に見えますよね。あんまりこう、なんだろう、スーツ着てる割には、ちょっと面白い感じもありますよね。 ということで、今日はちょっと令和が、あのー、少しずつ支持,支持を得てるよっていう話を、あの、はい、いうわけで、まあね、令和もね、景気爆上げっていうこと言ってますけれども、なかなか賃上げは普通の民間企業には難しい、まあ国家公務員だけ給料アップするらしいですけど、僕らの税金で。ということで、なかなかね、そのあのー、なんて言ういいんだろう。 自分の賃上げしてくれっていう望みを、まあ、普通の民間企業はあの、はい、分かりましたとはならないので、しかも、えー、残念だけれど3万品目以上、こ,、ね、あの,この夏だけで、えー、物価高になる、ね、ことになるので、やっぱり支出がどんどん勝手に増えてしまう、そしたらそれを埋め合わせるだけの。 ね、他の仕事をなんかバイトでも入れようかって言ったってなかなかできないそれよりもですね休みの日の土日に自分が本当はやりたかった仕事を作ってみませんかっていうのが僕の提案ですそこで中高年向けススモールビジネス副業講座といいう10本の有料動画を売っていますやっぱり自分のできることやりたいことときめくことで仕事を作ってみませんかってそれも月1万レベルからスタートしていいんですよってそのレベルだったら月1万ですから ね、土日だけで10日間ぐらいあるわけですよ。だからできます。絶対できます。で、その月1万が大事なことで、それを12ヶ月まず続ける。そうすると、翌年は月2万円でも大丈夫。ね、3年目は月4万ね、4年目は月8万で、5年目になったら月16万でもできるんだってことが分かります。自分が始めれば自分を育てることができるから、それはお早めにあのやってみてはいかがでしょうか。ということで、一月満万札ショップで売っています。この動画の下に。 あるあの概要欄のところにリンク貼ってあります、えー、10本のビデオで、えー、3万円しますが、えー、これ、値上げがもう決定してしまっているので、えー、できれば、えー、お早めにお買い上げください、突然4万円とか5万円になっちゃうかもしれないんで、そうなる前にですね、おお早めにお買いいい上げいただければと思います、あのー、今日もねちょっと令和特集やりましたが、えー、また今度、あのー、いつになるか分かりませんが、ゆっくり、えー、また時期を見て、令和特集をやってみたいと思います。 というわけで、えー、今日も面白かったよと思ってもらえたら、いいねボタンとか押してもらえるとありがたいです。あと、この下にある共有ボタンを押して、Facebook や Twitter に拡散してもらえると、また令和のファンが増えるかもしれません。というわけで、皆さん、また新たなビデオでお会いしましょう。それじゃあね